スクエアリーダーの使い方について説明します。スクエアリーダーにはカードスロット、電源ボタン、充電ケーブル用ポートがあります。バッテリーは通常1回の充電で1日持ちます。バッテリーの残量は電源ボタンを押すとチェックできます。緑色のランプが4つ点灯すればリーダーはフルに充電されており、すぐにご利用できます。緑色のランプが2つか3つしか点灯していない場合でも、引き続き決済の受付ができます。赤色のランプが1つ点灯した場合はすぐに充電してください。充電するにはリーダーをパソコン、電源アダプタ、車用充電器、モバイルバッテリーのどれかにつなぎます。完全に充電されるまで 2,3 時間かかります。緑色のランプが4つ点灯したら充電は完了です。さあ次にリーダーをモバイル端末に接続してみましょう。スクエアリーダーはスマートフォンやタブレットに Bluetooth で接続できます。リーダーを接続する前にモバイル端末に最新バージョンのアプリがダウンロードされていることを確認してください。次に端末の設定から Bluetooth をオンにします。これで端末とリーダーを接続する準備が完了です。スクエアのアプリを開いてメニューから設定、カードリーダー、リーダーに接続の順にタップします。リーダーの電源ボタンを約3秒間長押しするとオレンジ色のランプが4つ点滅します。手を離すとアプリとリーダーが自動的に接続されます。リーダーはバッテリーの節約のためスリープモードに入ることがあります。その時は電源ボタンを1回押せばすぐにアプリに接続されます。リーダーは同梱の USB ケーブルを使ってスクエアスタンドと接続することができます。リーダーとスタンドの USB ハブをケーブルで接続しておけば1日中リーダーを充電しながら決済を受け付けられます。またリーダーも自動的に接続されるので準備が整ったことが一目でわかります。リーダーは専用ドックに接続しご利用いただくこともできます。 USB ポートが下向きになるようにリーダーをドックにセットします。次に補強クリップを差し込みリーダーを固定します。ドックの USB ケーブルをスタンドの USB ハブに接続します。ドックはリーダーを充電するだけでなく置き場所にもなるのでカード決済の受付がスムーズになります。では決済の受付を始めましょう。スクエアリーダーでは IC チップ搭載カードを、次期専用リーダーでは IC チップのないカードを読み取ることができます。リーダーはカウンターの中と外の両方から手が届く場所に設置するとスムーズに決済の受付ができます。あらかじめ登録された商品を選択するか、任意の金額を入力しお会計をタップします。リーダーの緑のランプが1つ点灯したら決済の受付準備が完了です。 IC チップ搭載カードを決済するにはチップを表に向けてリーダーに挿入します。リーダーの緑のランプが4つ点灯するまで待ちます。 IC チップのないカードを決済するにはスタンドの磁気リーダーか付属の磁気専用リーダーを使用します。リーダーの接続や決済の受付方について詳しくは square.co.jp/setup をご覧ください。